ははいこんにちはレトスののです個別指導の現在の割引価格は明日23日ままでとなります今年の試験で思った結果にならなかった方でも来年は絶対合格したいそう思っている方はぜひ個別指導をご検討ください個別指導では理解をしながら学習していただけるので 今からであれば来年あなたに合格していただく自信があります個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので是非内容をご確認くださいそれでは来年あなたに合格していただくためにアドバイスをさせていただきます小さな一歩から始めようよし今日から勉強を始めるぞと思って勉強しようとしても独学だと怠けてしまいます多くの方が勉強の習慣がいつまでたってもつきません それでは合格できないのは当然ですよね。そうならないために誰でもできる行動から始めましょう。実際私も行っていました。勉強するためにまず一番最初にやったことっていうのは9時から10時まではスマホをマナーモードにする。もうこれだけなんですね。なんで、まあ、勉強はしてません。勉強はしないけどもまずマナーモードにするっていうことだけをまずやったんですよ。 で、次の日は、前日に行った9時から10時。これよ夜の話ですが、えー、スマホをマナーモードにする。まあ、これは同じくやります。で、さらに問題集を開く。ここまでやるんですね。で、ここまでで終わりです。この日も勉強してません。で、さらに翌日。翌日は、えー、同じく9時から10時まではスマホをマナーモードにします。さらに問題集を開きます。そして1問だけ解きます。で、 これを1週間続けたんですねで。そしたら翌週はこの1問だけ解くっていうのを2問だけ解くにするんです。でこういった感じでできることを行ってそれを習慣づけるんですよで。勉強の習慣づけができてない人がいきなり10問やると言っても3日坊主になるのはやっぱ明らかなんですよね。だからこそできることを少しずつ増やしていく。これが重要です。それでは本日の3問に入ります。 A が善意無価質で8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し引き続き B が2年間占有した B は他人の土地であることを知っていた場合 B は取得事項を主張することができない丸かツかという問題ですえ考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいえ答えはどうなっているかツですね 取得事項を主張するもの、まあ、今回で言ったら B なんですけれども B は前の占有者 A の占有期間を合わせて主張できますこれ占有期間の象形って言うんですけれどもつまり今回 A さんは8年間占有して B さんは2年間占有しているということなので B は10年間占有したことになります次に前の占有者 A の占有を合わせて主張する場合は前の占有者 A の事情 えつまり善意とか悪意だったりとか、有価質、無価質、こういったものも承継するんですね。引き継ぎます。では、本問に当てはめて考えてみます。そうすると B が善意であっても悪意であっても、前の占有者である A さんの状態を承継することができるんですね。そして、前の占有者 A の状態を承継すると、前の占有者 A の占有開始時、 今回の問題で言うと、全員無過失って書いてありますよね、A さん。だから、この全員無過失を B さんが承継するということなんですよ。B さん自身が悪意だったとしても、全員無過失として考えることができるんですね。で、さらに先ほども言った通り、占有期間も承継するので、8年プラス2年で10年ですよね。したがって B さんっていうのは、全員無過失で10年間占有していることになるんですよ。 そうすると、全員無過失で10年占有するということは、時効期間満了するので、時効取得を主張することができます。したがって答えは×になるということです。これ基本事項なんで絶対押さえておきましょう。個別指導の受講者さんは、合格テキストで具体例を確認していただければと思います。 ページ番号は、えー、P26 ページですね。P26 ページの下に、占有の承継という部分がありますので、そちらから具体例をご確認ください。で、問いにですね、免許の用否です。地主 C がその所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理を C が行う場合、C は宅建業の免許が必要である、丸かツかという問題です。え答えはツですね。 地主 C というのは自分のマンションを賃貸して管理しているわけです自らが貸主だったり借り主になる場合っていうのは宅建業の取引には当たらないんですねまた管理というのもこれも取引に当たりませんつまり C は宅建業の免許は不要なんですね 宅建業の免許が必要な場合っていうのは宅地建物取引業を全てに該当する場合なんですよ今回取引これに該当してませんので免許が不要だということですで途中なんですけれども是非グッドボタン押していただければと思いますグッドボタン押していただければ励みになりますんでよろしくお願いいたします問いさんですね 道路法による道路はすべて建築基準法上の道路に該当する丸かバツかという問題です道路は道路でも道路法による道路と建築基準法上の道路っていうのは違うんですね道路法上の道路と建築基準法上の道路は違うっていうことですどういうことかっていうと道路法っていう法律に道路っていうのは定義されてるんですね道路とはどんなものを言うのかっていうのは定義されてます 一方で、建築基準法においても、道路って何を指すかが定義されています。この道路の定義が法律によって異なるんですね。例えば、幅が3メートルの道路。まあ、狭い道路ですよね。このような道路っていうのは、道路法上の道路であったとしても、原則、建築基準法上の道路ではないんです。つまり、建築基準法で考えると、この幅3メートルの道路っていうのは道路じゃないんですよ。 まあしかし、4メートル未満の道路、まあ、この3メートルの道路ですね。福音3メートルの道路であったとしても、特定行政庁が指定した道路については建築基準法上の道路になります。まあ、特定行政庁っていうのは、まあ、知事だったりとか市町村長といったイメージです。今回の問題文でいうと、道路法による道路っていうのは全て建築基準法上の道路に該当するって書いてあるので、これは誤りですよね。該当しない場合もあるから誤りだということです。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。できればグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンがたくさんあったり、またチャンネル登録者数増えますと、私も励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。